今回の動画は以前に上げた動画の補足説明になります。ですので、そちらの動画を見ているという前提での話になりますので、どうぞご了承ください。その動画へのリンクにつきましては、右上にカードを貼っておきます。さて、A ライン、B ラインについての見分け方ですが、これは戦っている人の構えから判別することができます。A ラインの場合、その構え方は両手が体の中心に向かって絞られたものになります。横から見るとこんな感じになります。上から見た場合、A ラインの構えは体の前に三角形を作ったようになり、この三角形の頂点を通して、お互いの中心と中心を結ぶ A ラインが形成されるわけです。A ラインの構えを取る選手としては、ヒッソン・グレイシー選手が挙げられます。彼はこの A ラインの構えから、ライン取りをして相手に接触します。そして接触したところから組み付きなどをして、自分が得意とするグレイシー柔術の戦い方へと持ち込むわけです。B ラインの構えの場合、体の左右に壁ができたような構え方になります。上から見た場合、B ラインの構えは体の前に四角形を作ったようになり、この四角形の頂点から、相手の顔へと向かう意識のラインが形成されます。やや判別が難しくなるのが、こちらの、少林寺拳法やゼロ式防衛術に出てくるような構えです。この時どのような意識が働いているかを上から見てみると、前手は相手の前手を抑えるように、後ろでは体の外側から相手の顔へと向かうような意識が形成されています。つまりこれは、相手と自分の中心を結ぶようなラインが形成されているわけではないので、B ライン、もしくは変形の B ラインと呼べるものになります。コメント欄において、こちらの選手が A ラインを使っているのではないかという指摘がありましたが、構えからも動きからも明らかに B ラインを使っています。以上、A ライン、B ラインについての補足説明でした。